ルティ戦で惜しくも敗退してしまったが、その活躍が多くの人に感動を与えた。サッカー日本代表。ネット上では日本代表監督に緊急就任した西野監督に向けて、ごめんね西野さんという懺悔ツイートがタイムラインを席巻した。大会前は今大会は日本代表の卒業旅行だと思ってた。ごめんよ西野ジャパン、ありがとう西野ジャパン。大会前は3戦全敗だと思ってた。ごめんね西野さん、もっと西野ジャパンを見たかった。西野さんごめんなさい。男の中の男でしょ。日本史上これだけ感動した試合は初めてですと、ごめんなさい祭りだ。決勝トーナメント進出がかかったポーランド戦の采配について、3日放送のアベマ TV、アベマプリーム B に出演したペナルティのワッキーは、西野さんは世論が求めるサッカーをして逃げ道を作ろうと思えば作れたと思う。それでも西野流をどんどんやった。知り合いのサッカー通りや現役の J リーグの監督にも聞いたが、スタメンを6人変えるって意味がわからない、俺だったら絶対やらないと言っていたと指摘。賛否が分かれる最終盤の判断にも、目の前と他会場と2つの万が一があった。西野監督は他会場の万が一を消すことはできないが、目の前の万が一なら消せるのでと説明していた。でもこれは完全な博打、勇気が要だと思うと評価。本番まで2か月くらいしかなかったのに23人の子とよく理解していた。西野監督のことは前から好きだったが、さらにいい監督だと思ったのは、いじれる監督だということが分かったから。厳しくて頭が切れすぎてパーフェクトな代表監督だと一丸になれない感じがする。そういう意味では西野監督は日本人だし、いじれる部分もある。西野監督はよく天然だと聞くが、本当は完璧なのにどこか抜けているような感じを見せているのかもしれない。もしそうだったらすごい。国民の大半は西野監督に続投してほしいと思っているのではないか。一番悔しい思いをしたのは西野監督だと思うし、それを晴らしてほしい。結果も出しているし、続投したとして逆に何かマイナスがあるのかな。その上で外国人が起用されることが多かった監督人事について、 J リーグができてまだ25年なので、今まではプロサッカーリーグを知っていて教育指導できる人材が育っていなかったという背景があったと思う。最近は良い日本人監督は育ってきているし、自身がプロとして海外留学を経験し、日本の監督になっている元 J リーガーもいっぱいいる。ハリルホジッチ前監督の解任理由が選手とのコミュニケーションがうまく取れてなかったからということになっている。それが理由だったら日本人でいいのではと思うとの考えを示せした。審議体の体の部分をベルギー戦の敗戦直後にはロッカールームでの日本代表選手たちの振る舞いが話題を呼んでいる。選手たちは使い終わったロッカールームをゴミ一つなくピカピカに清掃し、棚の上にはロシア語でスパシーバありがとうというメッセージを残したというのだ。海外の人々からも試合には負けたけど真の勝者だ、日本人はサポーターだけじゃなく選手も掃除をするのか、世界中の国が日本を見習うべき、日本選手は最後に元晴れらしいシュートを決めたなと称賛のツイートが投稿されていた。長谷部選手、本田選手らが代表引退を表明。世代交代も課題になる日本代表だが、ワッキーは今回代表から漏れた選手の中にも今後大いに期待できる若手がいると話す。特に14歳の中井拓大選手については、レアルマドリードの下部組織にいるが相当上手だと言われている線。まさに日本の天才が世界に羽ばたくという意味で1にいる。そして17歳の
久保建英選手についてもバルセロナの下部組織で育った。今は FC 東京のトップチームにいる。 J1 ではあまりで慣れていないが、技術とメンタルは備えはっている。体が出来上がるのもこれかなので、あとは審議体の体の部分と期待を込めた。日本サッカー協会 JF は JF の目標2030、 JF の約束2050というスローガンを掲げている。それぞれ日本代表チームはワールドカップに出場し続け、2030年までにベスト4に入る、2050年までにワールドカップを日本で開催し、その大会で優勝チームとなるというものだ。ワッキーはこういう数字を出すということはすごくいいことだと思う？西野監督も言っていたが、ほんの少しの壁が大きいのではないかということ。審議体のうちメンタルとテクニックはある程度のところまで来たと思う？あとは体でもいきなり背を伸ばすということはできないので、そこを体で補ってほしい。オリンピックのリレーでは誰も 100m9 秒台で走れないのにメダルを取った。あればバトンタッチの細かいところを工夫した。ここが日本人の強み。今回のワールドカップを機にますますサッカーが盛り上がってほしい。皆さんにはまず J リーグをスタジアムに見に行ってほしいと呼びかけていた。アベマ TV、アベマプライムよりはキーによるワールドカップ日本代表の総括は期間限定で配信中。アベマプア、イメ、日本が決勝 T で初ゴール、2050年までに自国開催&初優勝。無料のインターネットテレビはアベム、ATV、アベマ TV。 大人の事情をスルーする、大人の事情をスルーする。スマホ初の本格ニュース番組アベマプライム、スマホ世代若者のためのニュース番組に挑戦します。平日夜9時からテレビ朝日1階のをアベマ TV。